だけどまあエレクトリックなので結構今回はがっつりめで。静寂が嫌いな人たちのどうかなと思ったんだけど、ちょっとやってみる。Eマイナーのままでちょっとこう流れるのか、2人の声はすごい対照的だよね。ね、ちょっと逆に構えちゃうかなと思って。大阪に始まったらもうお客さんみんなこうやって。大阪だよね。今日は大阪に来たわけだからね。みやび、ビルボードエレクトリッククリスマスということで、まあ、前回、9月、アコースティックで、まあ、このコロナの状況で、どこまでやれるんだろうっていう中で、やらせてもらって、まあ、でもやっぱりやってるこっちとしても目の前に聴いてくれる人がいるっていうのはすごくでかくて、まあ、もう一度ねこの12月にやらせていただけるということで、今後はエレクトリックで。がっつりと、今年を締めくくりたいなと、思って企画しました。基本的にセットリストはちょっと変えたんだけども、ワンツーマニアから始まってこれ、苗と一緒でいいかなと思って、だけどまあエレクトリックなので結構今回はがっつりめで。ホーリーナイツの後半はまだ迷ってるで、ハッピークリスマスはやっぱ原曲のキーのままでいくかも。ちょっと聞いて、あはい、やろうか。でもいいんじゃない。はい、レイ、レッツゴー。いや、もう石口正しいですよ。こういうね、刻みまくるみたいな、なかなかないんで、曲調もかっこいいですよね。曲のメロディーとかコード展開もね。アコースティックの時は1人だったんですけど、今回はもう2人で歌わせてもらって、私はソプラノなのでりんちゃんがアルトというか低いところを担当してるんですけど、ほぼほぼみやびさんと同じキーで歌える女の子なので、サウンドに膨らみというかそういうものが感じられる、セットになってると思います。昨日はもうそもそも1回通してるからリハーサルで昨日3回回したよね。そう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 、初めてこのがっつりライブを鍵盤とコーラスと生身の楽器がまたもう一人増えたからで、アコースティックじゃなくて結構がっつりライブやってるからすっごい新鮮ですね。みやびも楽しそうだなって、なんか新しいことやってる感じ。そのもとにして、はい、俺のアプローチを変えるぐらいでいいかなと思ってね。聞いてみていいですか。はい、ダブルがいらないっていう話じゃない。確かになんか爽やかな感じがする。全然そっちで待ってるねぐらいやれば。カフェで待ってる感が出る。バーで待ってる感が出る。どうなんかちょっと違和感感じたけど、1回目だけなくてね、2回目じゃないサイレントじゃないと。ダジャレでアンコール始める。サイレントじゃない静寂が嫌いな人たちのまあ、今回、ボボ君、そしてキーボードのさきちゃん、そしてはなちゃん、りんちゃん、コーラス女性陣入ってもらって、また特別なショーにしたいっていうのもあったし、まあ、本当に皆さん、才能豊かな素晴らしいアーティストたちなので、皆さんの良さを引き出しつつ、かつ、みやびのショーをまたレベルアップさせるために、新しいメンバーに加わってもらって、実際、もうお客さんが飛んだり跳ねたり、叫んだりできないので歯がゆい部分もあるんですけど、ね、特に今年やっぱいろいろあったから、それをこう引きずらずに全部吹っ飛ばして、来年につなげていけるような、何よりもまあ楽しんで僕たちが1414魂込めてやってるその音が聴いてくれる人たちに届けばいいな、ちょっとでもまあパワーを感じてもらえればいいなと思ってやってますよ。やっていきます。